ミッシングしています。こんな感じにつながってきたのでイチジクを入れます。ちなみにこのつながりとかはこうやってこう肉まんみたいになってきたらとかそんなので見てます。でこの時に今これくらいで硬い状態なんですが、柔らかくしてからイチジクは絶対入っていかないし、イチジク自体が溶けてやばいので必ずこの状態はあの手ごねのビデオの方を見ていただきたいんですけど、ある程度硬い状態で入れてきます。で最後に足し水として和紙の味で調節をしていった方がいいです。イチジク混ぜ終わった感じの状態こんな感じですね。なのでここでしっかりとしたグルテンを作ってからじゃないと和紙の味しない方がいいと思います。最初にこれ早めに水ジャーって入れたり手ごねでやったりしてえらい目見たので、手ごねの場合はラミネーションで入れていくし、機械の場合はこれから和紙の味をしていきます。だからここでもうしっかりしたグルテン作って硬い状態で作ってから入れていかないとイチジクは結構危険です。こうやってグワーンってあっという間にこうキュッて回し始めたらクッとまとまるぐらい強い生地ですね。とりあえず今水全部入れ切った状態です。今日ちょっとバシナジの水が白っぽかったのは牛乳と合わせた後に間違ってたことに気づいて取り出したので白濁してただけです。もう少ししました。まあロケットとかじゃないのであんまり加水はそんなに入れすぎないようにはするんですが、こんな感じですね。しなやかにこうやって伸びるような状態になったらおしまいです。でこれだとちょっと脆いので一回パンチ入れていこうかなと思っています。なので本当はここできっちりと後でパンチとかそういうのでごまかさなくてもいいようにした方がいいんですが、まだ未熟なのでここで回しすぎちゃってトロッとしちゃう、腰が落ちちゃうようなことがあると嫌なので、生地温の方も結構上がってしまっているのでパンチの方でつないでいきたいと思います。はい、成形していきます。イチジクの具は中にこれもそもそも練り込んでいるのでそんなには入れていきません。まずこうやった場合ってこっちとこっち薄くてこっちが厚いじゃないですか。でこれから仕上げ発酵で長い時間置いていく場合はこっちを中にした方がオーブンでの浮きが私はいい気がしています。こっちの中の方をちょっと強く持ってってガバッと開けるみたいな形の方がここであんまり潰したりしてしまうともうレーズン種なので発酵がもうおそおそになってしまって、でさらにイチジク入ってるとどんどん温度を上げたりすると溶かしていってしまうので、できるだけ気泡は潰さずに表面を張らせるような形だけで成形の方をしていきます。でここでもこうほわほわっとこう緩めるような形にしてあげて、閉じ目を上にして、で閉じ目閉じてなくても別に構いません。で不織布、不織布のこの排水口ネットでこうやってあげて仕上げ発酵していきます。でこれ便利でこれ使って汚くなったらひっくり返してこうやって流しで使って捨てるともったいなくないです。これから発酵していきます。である程度膨らんでからプースラントをしていくんですが、もうこの押した感覚とかでえいっていくしかないですね。レーズン種なので毎回ちょっと発酵の仕方とか違うので、一次発酵の吹き上がりとかを見ながら今くらいで入れたらいいのかなと思うんですが、夏場だとやっぱり生地温とか、あとうちの場合冷蔵庫このちびっこいやつに入れていくのでいっぱい入れると温度全然下がらなくなってしまったりするので、あとは生地見ながら毎回毎回違う形でいっているので毎回違うパンが出来上がってしまうんですが、またそれも楽しいかなと思ってます。
くいんですが、伸びるのがレーズン種で遅いので、ここで上がってきたタイミングで割れ始めて、左送ってもう上がりきって、もうクープが少し乾き出すか乾き出さないかぐらいの時に一回スチームを足すと、ここからさらにボワンと伸びます。でどうしてもパンオレなのでそこが焦げちゃうのがなんですが、ちょっとビッグの場合蓄熱が足りないので下火ちょっと強く煽っていかないと、浮くまでは強くいかないとダメですね。ちょっとそこら辺のバランスがちっちゃい釜だと難しいのかもしれないですね。それかもう少しそこにたっぷりと粉を振った時あったんですが、そうするとやっぱり下火入らなくなってしまうので、今のところこれが限界です。もうちょっとなんか他の方法考えないとこれ以上は焼けないかなと思ってます。下の方は5つ入っているので、5つ入っているとスチームというかこの蒸気量の方が多くなるので、特にこっちはオイスチームしなくてそのまま上がっていくと思います。はい、こんな感じに焼き上がりました。やっぱりどうしても昨日よりは随分早く入れたんですが、まあこんな感じが限界でしょうか。下火もやっぱりこれくらい結構強く入ってしまうのが現状です。でこれでバーンって開いてしまったら、ここにこうイチジクが見えてしまったのはそんな感じになってしまうんですがですね、これとこっちの随分平たいやつの違いなんですが、発酵カゴの形が違います。こっちの方がちょっとタイトで深型、こっちの違いはこっちはこういうちょっとオーバーの大きいやつ、もう仕方ないのでこれで、こっちがちょっとキュキュッと感じのちっちゃめのに入れると、こうやってキュッと上にポンと上がる形になります。こっちの方は多分引きは食べ口は柔らかい、こっちの方が硬くなります。こっちの方が硬いというか、こう上に伸びてるって感じですね、になると思います。ちょっとでもこっちの方はむぎゅっとするかもしれないですですね。なのでいろんな子がいます。